君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。高学歴、高収入、高身長の人もいるかもしれません。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は産経と呼ばれる情報知能工学系教授で産経副系長土屋正俊先生に産経とは何か紹介してもらいます。学生さん、情報知能工学系って言わずに1系とか2系とか数字で言うじゃないですか。あ、そうですね、確かに。こちら何番目になるんですか？こちらはね、3番目です。いわゆる産経、みんな産経って言ってるんですけど、だけど、よそに言うと当然通じないので、はい、まあうちはだから一応3番目で、情報ポツ知能工学っていうことになっております。はい、ポツは言った方がいいんですか？ここに、ポツがあるのはまあ大事なんですね。そう、情報知能の間に中点がポンとあるんです。あるんですね、これはだから、つまり情報知能を工学するんじゃないんだよってことなんですよ。と言いますと、つまり情報を工学するのと知能を工学するのが両方やるんだよというのがこの名前に込められていて、情報工学と知能工学をやっているところだよという、そういうことなんです。でだから中ポツが必要なんですいうことで、だから正式名称を我々だからいろんな書類に書くときに、必ず中ポツは書かなければいけない。でも言うときには情報知能工学でいい。いいですよ、もちろん。だって中ポツって言えないじゃないですか。はい、だそうですので、ラジオを聞きの皆さんも何かの機会に情報知能工学系書類に書くときには必ず中ポツを、ね、そう入れていただくのは情報工学と知能工学をやっているところだよってことなんですね。そうなんです、はい、で分かったようなつもりですけれども、はいはい、情報工学知能工学がわからないんですけど、情報工学っていうのはコンピューターでいいんですか？学問っていうのは、例えば、小学校とか中学校でやる、学問っていうのは答えが一つ、はい、某アニメの主人公じゃないですけど真理は一つだとみんな思ってるわけですね。で、ところがですね、実は大学でやってる学問っていうのはそうじゃない、真実は俗に、教授の数だけある結構攻めますね先生今日。だからまずこれから私が申し上げることは、あくまで、土屋の思いであって、例えばですね、このラジオをきっと他の同じ情報知能工学の先生が聞いていたら、あいつはなんて勝手なことを喋りやがってというふうに怒鳴り込まれるかもしれないんですけれど、それは答えは一つではないということでご容赦いただきたいということですね。まずご容赦いただきたいんですが、答えは一つじゃない上に、取り組み方も一つじゃない。なるほど。で、情報を、工学するんだよっていう取り組み方も実は一つじゃなくて、まず、情報を処理する機械、はい、まあ簡単に言ったらコンピューターですね、はい、コンピューターを作る方法をいろいろ研究することによって、情報を、研究しましょうという立場を取る、はい、っていう立場がまず一つあります、うん。でその次にですね、その情報そのもの、情報そのものがどんな例えば統計的振る舞いをしますかとか、はい、まあ、そういったような、いろんな、情報そのものを調べることによって情報そのものを調べましょうという研究をするという立場もある、うん、なるほど。でもう一つは情報を例えば人間は処理してますね、うん、この時ですね、例えば人間とよく似た、そのロボット、はい、ね、でそういうロボットを作ることによって情報の性質に迫りましょうという立場がある、で4つ目は、はい、人間が、いろいろ情報をいろいろ理解して、いろいろ取り扱っている、だから人間を知ることができれば情報が分かるんじゃないのっていう立場がある、実はですね、ここにパンフレットがありまして、はいはい、今申し上げたのはこの計算数理科学分野と、
データ情報学分野と、うん、ヒューマンブレインとメディアロボットっていうふうにあるんですけれども、はい、一番最初の、計算数理科学分野っていうのがあくまで私の意見では、その情報を取り扱う道具を作る学問、うん、はい、でデータ情報学っていうのがそのデータを、うん、調べる学問、はい、で、ヒューマンブレインがここが、人間がどうやってるかを調べる学問、うん、でメディアロボットっていうのが、人間によく似たロボットを作ることによって、情報を知ろうと、うん、そういう学問と、はい、つまり情報と情報工学するまたは知能工学するっていうのも取り組み方がいくつかありえるんですけれども、そのうち、まあ、こういう4方向で、いろいろやっていきましょうねって言ってというふうに考えているのが我々、情報ポツ知能工学系であるというふうに考えています。なるほど、情報工学でこういうのがあるよ、知能工学でこういうのがあるよっていうんじゃなくて、いろんな方向から情報工学的な攻め方、うん、知能工学的な攻め方っていう感じでできてるわけなんですね。そうなんです。でそれで丁寧に説明していただきました計算機数理科学分野ですとか、うん、データ情報学分野ですとかヒューマンブレイン情報学分野そしてメディアロボット情報学分野と、はい、綺麗に揃えられていると。綺麗に揃えて喋ったそれが情報点知能工学なんですね。豊橋技術科学大学ではこういう4方向でやっておりますということを踏まえて皆さんには聞いといていただきたいんですけれども、まあ、つまり個性派揃いと。まあそうですね今いくつぐらい研究室が産経はあるんですか。今、うん、数えましたけど27だと思います、はい、あ27で、はい、実は27って言ってもこれは、去年の年度末に3人、退官なさって30あったのが減ったので、はい、実はだから絶賛増やしたいなと思ってるんですけれども。あ、増えるといいですね。いろんな分野の先生がいろいろ、自分の やりたいことを、頑張ってやってくださるっていうのが、まあ大学のいいところだと思うので、うん、まあ、そういう風になるといいなと思ってます。最近産経でこういう研究やってるんだよっていうのを挙げるとしたらどんなものがありますか。そうですね、メタバースっていう言葉ご存知ですか。メタバース、はい、バーチャルな感じですね。そうです、バーチャルリアリティの研究なんかなさってる先生とかも結構いらっしゃいまして、うん、で例えばなんですが手がありますよと、はい、まずゴーグルつけますね。でそのゴーグルで、自分の手は、ここに置いとくだけ、はい、でだけど、そのゴーグルの中では例えば手にナイフがグサッと刺される。おー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 、怖いね。それは合成で見られるわけなんですね。そうそうそう、ゴーグルでは見える、うん、だけど実際の手には何もない、うん、でそういうのの、脳波とかを観察してみるとギョッとするわけですよ人間って。こういうのはつまりだから人間が自分の頭の中でどういうふうに観察した、うん、視覚とか聴覚とかで入ってきた情報をどう処理してるかっていうことを研究することによって、うん、その知能というのを研究して情報に至りましょうと、うん、そういう経路に至る研究なわけですけれども。そういったことも産経でやってらっしゃる。やってますよ、はい、うん、他にはどんな研究がありますか。そうですね、だからロボットを作るんだけれども、単にロボットを作るんじゃ面白くないんで、うん、ロボットでまあ動きます、うん、自分勝手に動きます、はい、でこのロボットにセンサーを乗せておきます、うん、で周りをセンシングするんですね、うん、まあ、例えばここの廊下を想像していただきたいんですけど、廊下でセンサーつけると、はい、壁は、当然通れないね、うん、でだけど、ちゃんと壁がない方向は動けるわけですね、うんうんうん、でということをセンサーで自分でつまり最初から、マップを与えておくんじゃなくて、うん、ロボットに勝手にマップを作らせる。でこっち方向行けるんだこっち方向行けないんだっていうことを学びながら、うん、ロボットに動いてくる。僕も目というセンサーでこの部屋まで廊下壁にぶつからずに歩いてきましたけれども。そう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 それをだから勝手にロボットにやってもらう。でかつ最近流行りのほらロボット型の掃除機ありますよね。ああ、ありますあります。あれなんかは部屋のセンシングをして部屋の間取りをまず学習する、うん、はい、その間取りの中で、ちゃんと効率的に全体をカバーする、うん、全体を掃除するにはどうしたらいいんだっていうことを学習するわけですよね。そんなことしてるんですね。そういうことも研究の対象になるわけですね。だからそれもだからいろんな制約条件があって、例えば車椅子なんかを使いたいみたいなケースがあるわけですね、うん、でそうすると通れるルートは例えば階段はアウトなわけですよ、でエレベーターがありますかとか、うん、例えばこの
キャンパスの中でも、うん、段差があるところはダメで、うんうん、スロープのところじゃないと、うん、みたいなこういう、ふうに制約条件がいろいろ変わってもどんどん問題が難しくなるわけですね、うんうん、でそういうその問題が難しくなってもちゃんと、解けるようにするにはどうしたらいいのっていうところがまた面白い問題になってくるわけですよ、うん、めちゃめちゃ面白いですね。しょっちゅうですねその廊下を歩いているとあっち側からロボットが動いてきて、ええ、人間の方が遠慮していやだって学生さんが頑張ってその卒業研究とか修士研究で作ったロボットでしょ、ああ そうです。でそれで実験してるわけですよ、実験の、はい、いや実はそういうロボットの研究は当然当たり前なんですけど、横に人が通るのは外覧で、うんうん、だから外覧がない状況で、うん、乗り越えれるなんてのはもう最近普通なので、最近はだからそういう外覧があっても乗り越えれるロボットを作るためにやってるわけなんだからいいんですけど、うんうんうん、だけど下手に邪魔してね実験が壊れると ねちょっと僕も気持ちが悪いんで、だから向こうからロボットが来たらどっちかというと人間の方が遠慮して横に避けて通る、独特な空気があるのが産経ということですねまあいろんなところで実験なさってるんで、うん、あと大学 の、うん、校舎の中に、うん、いろんな掲示板があって、はい、でそこにポスターが貼ってあるんですけど、貼ってありますね、うちの大学の、掲示板の面白いのはだからいろんなところでその、実験対象者の募集のポスターが、あーそうなんですよ、あれ気になりますよね実はですね実験参加者っていうのができるだけたくさん欲しい、そりゃそうですよね、だけど、なかなか、取れないので、うん、大体だから、大学生がお互いに、実験に参加したり実験したりっていうことになるわけなんですけど、そうすると何が問題かっていうと、うん、はい、年齢20歳前後の男性に偏った実験になっちゃうわけなんですよ、うん、あなるほど、だからぜひですね他の方にも、うん、参加していただけるときっと泣いて喜ぶ研究室がたくさんあると思うんですけれども、あそれこそうちのラジオで呼びかけたら老若男女を募集してますっていう、そうですね、うん、っていう、もちろんだから研究テーマによって実験で条件を統制したい場合が多いので、うん、まあだからそういういろいろなんですけれども、興味のある方がいらっしゃいましたらぜひ実験等も、参加できると嬉しいという先生はきっと多いと思います、はい、実際学外の人にも協力してもらってデータ集めてる研究っていうのもあるんですか？ありますね、一番典型的なので言うと、高齢者の方の、うん、音声データ集めてるケースがあって、例えば病院とかで高齢の方、うん、で高齢の方っていうのはこういうふうにスムーズに喋れなかったり、はい、あと年齢が変わることによってその、周波数変わったりとかいろいろなことが起きて、うん、認識しにくい、うん、そういうことが起きてるわけなんです、はい、こういうのに対応した、計算機システムとか、うん、その、支援するシステムを作ろうと思ったら、うん、まずその高齢の方のデータが必要になるんで、でも技科大のあたりって結構福祉施設が充実してます。そうですそうです、うん、だからそういう、ハートセンターだったかな、はい、とかあたりと、共同研究とかして、うん、でそういうところで、データ取らさせてもらったりとかしてるんですけれども、なるほど、まあ、そういう感じでだから、いろんな方のデータを取ったりして、まあ、研究日々研究させていただいてます。うん、じゃあラジオを聴きの皆さんが協力する日も遠くない気がしますんで、その時はぜひよろしくお願いいたします、ね、はいはい、実はとっても身近な産経かもしれません、うん、そうなりたいですね本当にね皆さんのところと身近になって、でそれでいろいろ役に立っていくっていうのがやっぱり工学の究極的な目標だと僕は思ってますので、この部屋の中だけではなくて、だって工学って人間の役に立つ、うん、ということが最終的な目標の学問だと私は思ってますので、はい、まあ、いろんな人とつながっていくというのは大事なんじゃないかなと思ってます。じゃあ一般の人たちに協力してもらうのはもちろん、いろんな民間企業と一緒にやってる研究っていうのも産経は結構あったりするんですか？そうですね、たくさんあると思います。最近ですと特に人工知能がすごく注目を集めてます。 AI、 そうですね、はい、はい、でそうしますと、だから例えばその企業さんからすると、うちが持ってるこういうデータをその人工知能でうまく処理できないのとかいうようなことはまずしょっちゅうあるわけですよね。で、まあ、だからそういうような共同研究とかもさせていただいてますし、そんな提案大歓迎ですよね。まあ全然大歓迎ですね。あと例えば画像認識の先生とかがたくさんいらっしゃるんですけど、はい、工場で作った部品がありますね。でこの部品に例えば傷があったりとかすると、うん、まあ、問題があるわけですよ、うん、つまり品質確認ですね、はい、でこういうことをやるのにその画像認識して、で傷がありますねと、
ある先生だったら多分真珠の、真珠ってこれ、ご存知です、光沢で品質が決まってくるんです、品質というか値段が決まってくるんですけど、まあでもそうでしょうね、真珠の命は光沢ですよね、うん、でこれは実は長いこと、人間がプロの鑑定なさる方が、やってるらしいんですけど、当然だからそれはとても大変ですよね、うん、1日に処理できる個数も制限があるし、うん、でその人を育成するのも大変だしと、うん、いうわけでね、これ機械化できませんかっていう共同研究なさってた先生もいますし、うん、というところですので、まあ、いろんな夢を持って学生さんがね集まってらっしゃると思うんですけれども、なんかこう、あ、産経ってこういう学生さんだよねみたいな、産経に向いてる学生像みたいなのあります？とりあえずですね、大学っていうところは基本的にだから自分がやりたい、自分が興味を持ったことができるっていうのが、いいところだと思いますから、うん、そういう意味では、こういう学生が向いてるよっていうのは、まあ、教員の方からはあんまり強く言えることはなくて、うん、僕だから、こういうことやりたいよっていうのを、うん、持ってきてもらったら、教員の方は相談に乗りますよっていうのが基本的なスタンスにまずなります。あ、じゃあ一度覗いていただいて。そうですね、それが多分一番よくって、まあそうは言いながら、まずですね、研究するっていうのは、つまり小学校中学校までの答えがあった学問とは違って、うん、答えがないことをやる。その答えっていうのも実はだから大学の先生の数だけ答えがある、うん、研究室が変わると違う答えが整理だったりするわけですね。そうなんですよ、うん、僕も学生の時すごく困ったんですけど、自分の教えてもらってる先生と相談して、うん、じゃあこういうことだよねと言って、その結果を持って学会発表に行くじゃないですか、うん、まあそれ違うだろうって全然ボコボコにされるんですよね鍛えられますね。学生のうちはだからなんでだよと、うん、答えは一つじゃないのかよと昔は思ってたんですけど、最近あそれ違うなと思うのは、つまり答えがないことをやってるんだから、今自分が思ってる答えっていうのはもう人の数だけあって、うん、でそれでみんなで寄ってたかって本当のことに近づこうとしてるんだなっていうふうに思うわけですね。じゃあやっぱり真実はいつも一つなんだけれども、それに対する僕らが持てるような答えっていうのは様々あって、うん、きっとね、そのビッグデータがきっと一つに向かってってるんじゃないかとというふうに思いたいんだけど、本当にそうかどうか分かんないんですけどねうん、まあこれも土屋先生の見解と。そういうことですね、うん、別の先生は違うことを言うかもしれない、うん、全然違うことを言うかもしれない、でもきっと真実は一つ、いや分かんないっていうような業界が情報天知能工学と、うん、まあ情報知能工学なのか、土屋が信じる情報知能工学なのか分かりませんけれども、まあ、つまり知能とか情報っていうのは、うん、人間が、持つ特徴的なものだと思うんです、うん、例えば言葉は鳥だったりクジラだったりいろんな、生物が、限定的には、使うというふうに言われております、はい、ですが、まあ、こういうふうに流暢にいろいろな複雑な概念を操って喋れるのは人間だけ、今のところそう思われてます、うん、ということはですね、つまり、その情報とか知能についていろいろ学問する工学するっていうのはいろいろだから人間について学問していくのと割と近い方向性を持ってるんだと思うんです、うん、でなのでいろんなことができます。だからそのいろんなことをいろんな切り方をして、学問することができますから、うん、そういう意味で非常に広い、ほとんどあらゆることが、研究テーマとして成立しうるわけですよね。コンピューターやるとこでしょって思ってきたんですけれども、あくまでコンピューターっていうのは道具の一つや研究対象の一つであって、うん、やれることっていうのはもうさまざまな角度で攻めるのが情報天知能工学、ね、そういうことだと思います。例えばですけど、人間は今やと空を飛ぶのに飛行機使いますね、うん、でだけど最初はみんなだから、飛行機を作ったわけじゃないじゃないですか。一番最初は鳥が、どうやって飛ぶんだっていうことを観察して飛行機に近いものを作ろうとしたわけですね、うんうん、ところがそれ実は最初全然飛べなかったってご存知です。失敗してきたわけですね。そうで、それは何でかというと、つまり羽ばたきを再現しようとしたから失敗したんですけど、うん、実際に成功したのは、羽ばたきをしない固定された翼を持ち、うん、かつ、その推進するエネルギーは
プロペラとか、もう鳥とは全くかけ離れた形のものになったわけじゃないですか。工学ってのは多分そういうところがあって、情報知能工学に関して言うと、そこはまだそんなに綺麗に分かれてない。つまり情報についても知能についてもまだ我々は何も知らないことが多い。例えば、先ほどから問題になっている人工知能の話題ですけれども、今だからそのチャット GPT とかみたいなその人工知能でもすごく、いろんな話題になっていて、はい、あれはとてもすごい知能だっていうふうに思われてるじゃないですか、うん、だけどあれ学習するのには例えばもう世界中から集めたそのものすごい膨大なデータと、はい、でそれを使って例えば1ヶ月とかすごい勢いで計算機をぶん回して、うん、やらなきゃいけないんですけれども、これ明らかにおかしいんですよね。つまりですね、例えば私こうやって喋ってますけど、こういうふうに喋れるようになるのに、例えば生まれてから例えば20歳まで読む本の量とか、うん、聞いてる言葉の量とか、うん、どう考えてもそのチャット GPT を学習するのに使ってるデータより全然少ないわけですよ。そうなんですか。だってチャット GPT に入れてるデータってそれこそ言ったらそのインターネットでダウンロードできるテキスト全部だったりしますから、じゃあもう世界中の書物のデータをぶち込んでるわけで、人間がこうやって喋れるようになるまでそんな分量の本全然読んでませんよね。ないです。だから人間はそういう意味ではだからチャット GPT とかよりすごく効率よく学習してるはずなんですよ。そうですね。だからさっき の、うん、あの鳥のパターンで言うと、うん、鳥よりも飛行機の方が効率よく、つまりすごい速度で飛ぶことができる、はい、でそういう意味でだからつまり言ったの飛行機に関して言うと工学は生物を超えたわけですよ、うん、だけど情報知能工学に関して言うと、うん、まだ我々は全然人間を超えてない。あ、まだまだ飛行機で言うと失敗している段階。そうだと僕は思ってます。だから本当はそのチャット GPT よりもっとすごくいい、うん、あの学習の方法がどっかにあるはずだと思っていて、うん、それが実現できるとまあ人間を超えるのかな、どうなんかなと思ってますけど、はあ、すっごい伸びしろのある分野なんですね。じゃあそういう意味では全然伸びしろまだまだありますよ本当に。それは学生集まってほしいですね。そうですね。最近特にだからおかげさまでそのチャット GPT さんとか、まあ、いろんなもののおかげで、の注目を集めしていただいて、うん、いろんなところから、注目していただいてるんで、まあ、これを機会に、まあ、学生さんも、まあうちのことに興味を持っていただければなと思いますけれども、はい、という熱い分野が情報天知能工学系いわゆる産経ということでね、今日は副系長をやってらっしゃいます土屋先生に産経情報知能工学系ってどんなところっていうのを初めて教えていただいてちょっと感動しちゃいました。どうもありがとうございました、はい、こちらこそありがとうございます。白の城。天白の城。ギカ大。夜な夜なクラブ DJ がギカ大キャンパスに現れ、フロアを盛り上げる。僕らのギカ大のイメージとちょっとミスマッチなクラブを紹介。次週7月6日の天白の城は DJ を探求し楽しむ、そして楽しませる DJ プレイのクラブサークル、ギカ大音楽技術部の紹介、クラブハウスに訪ねますを楽しみに。